ソードフィッシュは、アメリカ海軍の原子力潜水艦。スケート級原子力潜水艦の2番艦。艦名はメカジキにちなむ。その名を持つ艦としては、サーゴ級潜水艦6番艦以来2隻目。ソードフィッシュは1956年1月25日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。 1957年8月27日に、友人氏ライダース夫人によって、命名、浸水し、1958年9月15日に、艦長者ノンディ・クラーマージュニア中佐の指揮下収益する。偽装及び、大西洋での成長を完了すると、ソードフィッシュは成長後信頼性試験を行い続いて、東海岸での海上講美を行った。 母校は1959年3月16日に新珠湾と指定され、7月にハワイに向けて出港、太平洋艦隊に配属される2番目の原子力潜水艦としてサーゴと合流した。第一潜水船隊に配属され、ソードフィッシュは収益初年度に3万5000マイルを航行し、その8割以上は先行してのものであった。 1960年1月、ソードフィッシュは太平洋西部への4ヶ月の展開を行い、同海域における最初の原子力潜水艦となった。この配備では中華民国の小海石総統が上官し1日の巡航を行った。6月20日から再び西太平洋に展開し、 フィリピンのカルロスピーガルシア大統領を乗せてデモンストレーション巡航を行う。1961年1月から5月までハワイ海域において沿岸活動に従事し5月後半に本国の西海岸に移動カリフォルニア州サンディエゴからサンフランシスコまでの海域で様々な太平洋艦隊の部隊と共に作戦活動に従事した。7月14日に 新珠湾に戻り、9月まで沿岸で活動した後2ヶ月間、西太平洋に展開した。ソードフィッシュは1962年1月に、メアアイランド海軍造船所に向かい、太平洋岸でオーバーホールを受ける、最初の原子力潜水艦となる。9月29日に、ハワイに戻り、回復訓練を呼び、沿岸作戦活動を行う。 10月26日、ソードフィッシュは再び西太平洋に展開した。1963年の秋、ソードフィッシュは北太平洋でソ連の対戦作戦演習を近距離から観察した。ソードフィッシュはソ連側から検知されたが、ソ連側はソードフィッシュに浮上を強要することはできなかった。この任務でソードフィッシュは ソ連の無線会話を録音し、レーダー検知パターンの計画を記録した。ソードフィッシュは、新珠湾を拠点として、第71潜水艦隊の一跡として、沿岸での活動と、西太平洋への配備を継続し、1965年6月30日に、同地を拠点とする、第11潜水艦隊に転属となった。1965年後半にソードフィッシュは、 1963年10月8日から12月3日、1964年9月22日から11月25日、1965年5月29日から7月23日までの任務の功績により、主君部隊賞を受賞した。1965年11月1日に、 サンフランシスコ海軍造船所に到着、燃料補給及びサブ政府オーバーホールが行われ、作業は1967年8月31日に完了した。海上公務は9月に行われ、兵装の大焼け身が10月前半に行われた。10月13日に新珠湾に戻り、12月31日まで回復訓練を行った。 1968年1月1日から2月2日まで、海外配備の準備を行い、2月3日に太平洋西部に展開した。1968年3月8日、ソ連の629型潜水艦、K、K-129 が、オアフ東北西で沈没した。3月17日にソードフィッシュは、横須賀に入港し潜望橋の緊急修理を行った。 アメリカ海軍は、ソードフィッシュは氷塊にぶつかって損傷。また、K-129 は98名の乗員を呼び、搭載する、核ミサイルと共に、バッテリーからの水素ガスもしくは魚雷が原因による、内部の爆発によって破壊、ソードフィッシュから約2000マイルの地点に沈没したと、発表した。1968年5月、半核活動団体は、 ソードフィッシュが佐世保に停泊した時、湾内へ放射性冷却水を投棄したとして、抗議を行った。いくつかのソースによれば、日本の科学者が20回以上放射能レベルの増加を検知したとし、他方では放射能レベルの増加を検知することはできなかったとする。半角団体は、この一件について、アメリカ側に対して抗議を行い、 佐藤栄作首相は安全性を保障することができないのであれば、アメリカ海軍の原子力艦が日本に入港することは許可されないだろうと述べた。ソードフィッシュは9月5日に真珠湾へ戻り、同年の残り4ヶ月を真珠湾で過ごした。1969年1月1日から5月11日まで、 ハワイ海域での沿岸活動に従事し、その後11月4日まで再び西太平洋に展開した。同年の残りは検査及び自作業に費やされた。1970年2月24日から4月9日まで特別任務に従事し、その後真珠湾のカンドックに入居、信頼性検査が9月30日まで行われた。1970年の残りは、 乗組委員の訓練で費やされた。1971年の沿岸活動は3月24日から9月22日まで行われた西太平洋配備で中断された。この配備では、横須賀、中城湾、富山、香港を訪問し、その後は沿岸活動に、10時、1972年6月26日に、新宿湾海軍造船所に入居し、 定期オーバーホールが行われ、作業は1973年12月31日まで続けられた。作業が完了すると、ソードフィッシュは、新珠湾を拠点としての作戦活動を舞台と共に再開した。1978年9月、乗組員が誤って、魚雷発射管にペイントスクレーパーを落下させた。これによる、 修理費用は17万千ドルに上った。1979年7月、ソードフィッシュは、西太平洋に展開し、横須賀、富山を呼び、グアム海域で停泊した。グアムでの修理後作戦活動を再開したが、数日後ご動作するシュノーケル排気バルブを修理するため、グアムへの帰還を強いられた。修理後は、トラブルもなく、活動を再開し、 1979年12月に、真珠湾に帰還した。その後は、沿岸での活動に従事し、1981年の夏に、西太平洋に展開する。真珠湾に帰還すると、ソードフィッシュは、沿岸での活動を再開、1981年後半に、燃料補給のため、真珠湾海軍造船所に入居した。 ソードフィッシュは1989年6月2日に退役し、同日除籍された。船体は、ピュージェットサウンド海軍造船所で、原子力艦再利用プログラムに従って解体され、1995年9月11日に、作業は完了した。ソードフィッシュは、軍演正機将、2個の功労部隊将、二つの、戦闘効率将、E。 8個の海軍主君部隊賞、4個のベトナム軍行賞及び多くの賞を受賞した。ロシア側は繰り返し、ソードフィッシュによる K-129 追跡記録のコピーを要求した。しかしながらペンタゴンはそれらの公表を拒絶した。当時ソードフィッシュは非常に敏感な作戦活動に参加していた。アメリカ側はロシア政府に対して、 1974年にグローマー、エクスプローラーが、K129 のいくつかの部品を引き上げた際に行った、会場における6名の乗組員の葬儀の様子を撮影したビデオテープを提供した。ありがとうございます。